はい皆さんこんにちはレック専任講師森田隆二ですそれではただいまよりエコノミスト森田隆二の経済会計時事解説第20回目の講義を開始いたしますよろしくお願いいたしますはい、えー、本日ですね、えー、まあ前回に引き続きましてですね2019年の重大ニュースを振り返るということでありましてですね、えー、ちょっと画面の方を、ねえー、切り替えて、えー、お話しさせていただきます え本日のテーマはです、ね、アメリカ VS イランということで、まあ、アメリカとイランの対立というのが、ねえー、まあ数年前から出てきましてです、ね、そしてまあ去年、そしてまあ今年2020という年もです、ねまあ、やっぱその影響が出てくるのかなということでありまして、えー、本日、ね、えー、このテーマで、ね、お話しできたらなと思っております。ではではすね、えー、日本と無関係の 話ではないといととうことでありまして、えー、まあイランといいますとですね、まあ、非常にまあ日本から離れているということで、まあ、中東、イランの話なんてあまり興味がありませんという方多いんですけれども、まあ、しかしながら日本とイランというのはです、ねまあ、ないしは日本と中東というのは非常にですね実際密接しておりまして、まあ、経済でいうとあそこでなんか、ね、よからぬことが起こったらもう日本経済に直結するお話なんですね。ですからまあ他人事ではない無関係の話ではないということで、まあ、本日ですね扱わせていただいていると。 you <sighs> ということでありますじゃあ具体的に何なのかと言いますとですね3.11以降原発をほぼ止めているということですね、まあ、ほぼ止めているということで、まあ、実際ちょっとだけ動いてるんですよね、まあ、例えば福井県の大井原発、えー、鹿児島県の仙台原発佐賀のえと玄海原発ですね、えー、それからどこだったかな愛媛の伊方原発ですか、まあ、4つ動いているということでありまして、まあ、若干動いてはいるんですけれども、えー、ほぼ止めているといった状況なんです でじゃあ何でわれわれのです、ね、電気を作ってるんですか発電してるんですかってといとこの火力発電所、えー、これの割合が多くて、ね、3.1日の前は、ね、61.7%の割合だったんですけども8割を超えてます83.8%と,と,という割合に、ね、今火力発電所の、えー、依存度割合が高まっているということで、まあ、火力の依存度それが上昇しているわけですね。 で火力っていうのはですね、まあ、原油だけじゃないんですけれども天然ガスとかねあるいは石炭だとかそういうのも使いますけれども、まあ、やっぱり原油っていうのもね、えー、使いますんで、まあ、原油の依存度っていうのもやっぱり高まっていると原発をほぼ止めてる現状を考えますとですね、じゃあ原油ってどこから来るのというと若干ながら日本でもね、取れるんですねちょっとそのこともおさらいしておきますけども、えー、実は国産の、まあ、石油というのもあるんですけども残念ながら消費量はですね、1%未満ということでありまして まあ、例えば、新潟でも結構取りまして、ね、新潟の南長岡というところで、ねね、取れてると、えー、あるいは秋田だとかあるいは北海道でも若干取れるということでわ、まあ、が国でもです、ねまあ、石油があゼロではないと一応、取れてると、えー、国内の消費量のうちちょっとあるということなんですけど残念ながら1%下回るということでありましてです、ねえーまあ、日本の、ね、必要な電気の量に全く届かないわけですよね。 まあしたがって、じゃあどうするのというと、まあうん、火力発電所で、えーまあ、原油を輸入するしかないということでありましてです、ね、じゃあ、どこから輸入しているのというとここなんですよ、中東依存度が88%ということでほぼ9割ですよね。 ほぼ9割のですね原油が中東から来ているということでありまして、えー、従いましてね、イランからも来ております、なので、あのー、やっぱり無視できないわけですね、だから原油が来なくなって火力発電がうまく回らなくなったら、ですね、まあ、もちろん中東からね原油以外にも天然ガスも来ておりますから、えー、火力発電を動かすですね燃料が来なくなったら、日本経済止まっちゃいますからね、まあ、そうなったら、もうはっきり言って大問題ということですね、まあ、止まるまでに行かないようにね、えー、まあ外交努力っていうのが必要になるわけなんですけども、今 アメリカは、ね、トランプさんですからね、まあ、トランプさんはもう自国第一主義アメリカファーストということですから、まあ、中東の和平よりもねやっぱアメリカファーストでいってる方ですからなかなかねそこは、ね、ひょっとしたらひょっとするぞとつまり緊張が高まってですね まあ戦争まではねさすがにいかないとは思いますけど緊張が高まるっていうことは原油がなかなかねえ来なくなるリスクが高まるということでねそれだけでもかなり日本経済としてはデメリットだということなんですけどねですからまあ我々としてもですねこれかなり考えにおなければいけない問題なのかなということであります。 で例えばですねここですね、えーまあ、日本と仲いいですからサウジアラビアという国はね、まあ、サウジアラビアという国は、まあ、アメリカとも非常に仲良い,い国でありましてですね、まあ、アメリカのその、まあ、武器をですねアメリカがいろんな企業が武器作ってるわけなんですけどサウジアラビアが結構買ってるという、まあ、そういった構図にありましてですねアメリカとサウジっていうのは仲良くてでアメリカと仲良い,い国っていうのは基本的に日本も仲良い,いですからで、まあ、日本もサウジアラビアとは友好国であって、まあ、サウジからですね38%の原油が来ているという。 ということでありますで、まあ、サウジアラビアという国は、ね、やっぱり経済、まあ、中東で見てもやっぱり中東ナンバーワンの国ですね、えーまあ、トルコという国もありますけれども、トルコ、えー、サウジ、まあ、やっぱり中東ナンバーワンかなということで。 えーまあ、サウジの方が若干ちょっと GDP が上かなっていうことなんですけども、まあ、やっぱりですね、まあ、中東で、ね、G20 というところに入ってるのはサウジとトルコだけですから、まあ、そういった意味ではやっぱりね、えー、中東の大国、えー、そこからまあ日本は38%の原油を、ねえー、調達してるんだとで、まあ他はどこっていうとアラブ首長国連邦25%でイランも若干ということであります。でまあ、イランとアメリカがが、ね、緊張,があたいあの緊張が高まり とですね、イランの真向かいっていうのは、ねえーまあ、ホルムズ海峡っていうのがありましてです、ね、イランとサウジっていうのは対面してるわけですねあのペルシャ湾を挟んで対面してるわけなんですけどもあの多くのサウジアラビアのです、ね、日本に向けた原油というのはねその。えー あれなんですよホルムズ海峡を通らなければいけないということになっているんですねだからもうあのホルムズ海峡だからイランがアメリカと、ね、仲が悪くなっちゃってイランがぶち切れてですねじゃあホルムズ海峡閉鎖あの封鎖するぞとなったら日本にです、ね、原油が来ないということになってしまいますから非常にですね、まあ、悠々しき問題なんですねだからホルムズ海峡というのは中東の火薬庫という風に言われたりもしているぐらいで、まあ、結構あのイランなんかがアメリカとなんか仲が悪くなっ,ちゃってあのよりね険悪になっちゃって、ね、イラン がぶち切れてあそこで、えー、あのホルムズ海峡なんか封鎖されたらですねえらいことになっちゃうわけですね。で、まあ、ホルムズ海峡を通る原油っていうのは世界でで分の1なんですで日本だけでいうとですね8割がですねホルムズ海峡を経由するということですから、まあ、あのイランでね何かがあると本当に日本に直結する、ね、問題ですよね。 えーまあ、それが中東の問題であるということで、まあ、私の方で強調させていただいたのは無関係ではないよということですね直結するよと、えー、電気どうなるんだという話なんですね。 でえー、今回、ですね、まあ、核合意というね、えー、イランとあのあの、えー、6カ国が、ね、結んだ核合意というのがあるんですけども今回の問題はアメリカがですねそれを2018年にですね破棄しちゃったよというのがありましてですね、えーまあ、そこがちょっとね問題でアメリカとイランが今ドンバチやっているということなんですけどもじゃあそもそも核合意って何なのということなんですけどもそもそもですねイランという国はです、ね、2002年に明らかになったんですけども核施設を 作ってるとそして、まあ、核の燃料になるウランを作ってるということでありましてお前たちやばいもの作ってんじゃねえかということで国際社会から叩かれてですねで経済制裁をですね加えられてた国なんですね。でまあそれでですねずっと来てたんですけどもオバマ政権になって2009年ですかねあのもうやっぱりイランとちょっと仲良く、ね、やるやということで、えーまあ、それからまあかなりの年月要したんですけども2015年に核合意という、ね、ものがあなされたんですね。えー、イランとそれからマ 6カ,国6カ国の中の、まあ、日本は入ってないんですけどねアメリカイギリスフランスドイツそれからロシア中国という、ね、6カ国とイランが合意したということで核合意っていうのがあったんですけどじゃあそもそも核合意って何でしょうかと。 えいうことでありまして、まあ、2015年に結ばれましたよと、まあ、これ歴史的なです、ねまあ、合意というふうに言われてる、まあ、世界的には非常に評価された合意なんですよねあまあこ,こ書いておきますねちょっと私さっき口頭で言っちゃいましたけど、えー、6カ国とイラン、えー、これが結んだと。で、まあ、これっていうのは、まあ、この6カ国がです、ね、経済制裁してたわけなんですけども、えー、解除してあげるよとその代わりねお前ねっていうことなんですよ。 核、えー、開発を大幅に制限してよとそして何か、あのー、ちゃんと守ってるかどうか IAEA、e、ですね国際原子力機関ですねそこにちゃんとね、あのー、大丈夫だよっていうのをね、えー、示してあげなさいよと、えー、そういうことをしたわけなんですね。 ですからまあ経済制裁をね解除してあげるともうイランもそれでかなりね経済制裁でまいっちゃったんですよね。ですからまあイランの通貨も,ですねもう非常にえまあ通貨安ということで,で,すねでもうかなりもう通貨安になっちゃったから輸入しても輸入がほぼできないような状況ないしは物価がものすごくね輸入品の値段がものすごく上がっちゃうということでもうイランの国内経済がやっぱり非常に傷んじゃったんでまあイランとしても経済制裁を解除してくれるという のはまあ、えー、好ましいことですし、えーまあ、このね西側ないしはロシア中国としてもですねイランが、まあ、そ,のそういったね核の材料になるねあのウランのね えー、ウランなんかの,あのウランを作るのをやめてもらったらですねやっぱりメリットがあるということで、まあ、あ双方、ね、メリットがある合意がなされたわけなんですね、まあ、ただねアメリカの中でもそのオバマさん民主党ですからね共和党の保守的な方々なんかちょっと手ぬるいみたいなね大幅に制限ということなんですよねこの核開発をですからちょっとだったらいいよと逆に言えばねですからまあそういったところを、まあ、共和党の方々なんかは一部批判しているところもありますしそれからさ,さっき申し上げましたね サウジアラビアだとかイスラエルだとか、ね、あの辺はかなり反発しているわけですねサウジアラビアの目の前にイランがいるわけですからであの核開発を大幅に制限というのは手ぬるいと。 全部やめさせろと、えー、そういうまあ主張をするわけですよね目の前にいるわけですからね核開発されたら目の前だから核、ね、撃たれたら飛んでくるわけですから、えーまあ、やっぱりサウジアラビアなんかは、うん、これに対してはちょっと批判的だったとそしてイスラエルとイランというのは非常に仲が悪い国ですからね、えー、まあ あのえーまあ、イスラエルなんかもかなりね、えー、これに対しては批判的だったとただまあ世界的にはですねやっぱりこのホルムズ海峡があの、えー、安泰になればですね原油そこでもう世界の3分の1はそのホルムズ海峡を通るわけですからあの、まあ、中東がね 平和な状況が満たされているのであれば世界的には非常にメリットがあるということで、まあ、この合意自体はです、ねうんまあ、国際的には、ね、多くの人が評価したのかなというふうに思いますね。でこれをを、ね、トランプさんが破棄をしたと えー、核合意から離脱したんだっていうことだったんですねで、トランプさんの言い分はこうです、えー、もう米国史上最悪のディール、えー、取引であるともう最悪の取引しちゃったねということなんですねで、致命的な欠陥があるんだということなんですよだから大幅に制限ということで大幅に制限というのはもういい加減な合意だと、ね、一切やめさせろとそれがトランプさんの主張ですよねだからこの合意にはそもそも欠陥があるんだということでひっくり返しちゃったとういうことですよね で、えーまあ、核合意離脱とで経済制裁を開始しましたということであります、だからもうとあのアメリカとイランの、ね、対立が、まあ、これによって深まったわけなんですよね。じゃあね、トランプさんは史上最悪のディールと取引だということを言われているわけなんですけどなぜ,なぜ、ね、トランプさんはそこに踏み込んだのかということですよね。 でまあ2つに分けて、あごめんなさい、そえー、でそもそもということでありまして、ちょっとね、そのなぜトランプさんがね、えー、ひっくり返したのかという話はちょっとその後なんですけれども、えー、じゃあ、そもそもですねあのイランとアメリカとの関係ですね、これ、ちょっと簡単にね振り返っておきましょうかね。 親米政権そしてイラン革命ということでそもそもあのアメリカとです、ね、イランというのは、ね、戦後仲良かったんですね実はね実はアメリカとイランというのは戦後仲良かったということで、まあ、中東で最も親密なあ関係がアメリカとイランには実はあったんですとアメリカとイランというのはもう実は非常に親密でしたよと。で えーまあ、1979年にです、ね、イランイスラム革命ホメイン氏が起こしましてです、ねえー、それによって反米国家になっちゃったということなんですね。まあ、アメリカとイランの関係です、ねまあ、非常に親密であったということなんですけどアメリカからしたらです、ね、やっぱり石油が欲しかったということでイランと仲良くすることによってです、ね、石油の利権が手に入るとやっぱり石油の埋蔵量がイランは世界で4番目ということでイランを抑えておくことによってです、ねまあ、アメリカとしても非常にね今アメリカ アメリカはね、原油輸出国になっっちゃったんですよあのシェールガスっていう、ね、ものが、ね、取れ出しましてです、ね、今まではそのオイルというのをアメリカは、ね、もう自分たちで溜め込んで,です、ね、中東あたりからです、ね、買い漁ってたと自分たちの経済成長のために買い漁ってたとそういった構図だったんですけども今やアメリカはです、ね、あのシェールガスシェールオイルが取れるようになっちゃいましたが原油の輸出国になっちゃったということなんですけどもあのだから昔はですね原油石油これは手に入れるのは非常に必要なことであるということで、まあ、イランを抑えて っっってことととがアメリカにとっては大切だったとそしてイランとしてはですね王様の国だったんでね、えー、やっぱりその王朝を守ってくれる後ろ,後ろ盾としてアメリカがいることによってまあそのねアメリカが体制保障してくれればこんなにこの強い、えー、好ましいことはないということでイランにとってもメリットがあったということで双方ねメリットがあったということで、えー、ありましたねだけどもだんだん格差社会がイランで広がっていきましてですねそれで革命が起き,起きちゃったってことですね。で 反米国家になりましたよと でえー、さらにです、ね、1979年にです、ね、あのアメリカの大使館占拠事件というのがありましてです、ね、これが非常にすごかったですねアメリカの大使館で、まあ、アメリカ人が人質に取られちゃって444日ですよ、えー、人質に取られちゃって大変な、ね、思いを大使館の方がしたということだったんですけども非常に、まあ、あものすごいねそういったあ事件が起きましてですね、まあ、カーター大統当時ね大統領はカーター大統領だったんですけどもカーターさんもねいろいろやったんですけどその 救出に失敗ししたりりだとかってていうのがありましてですねでちょうど大統領選を控えてたんですけどもカーターンさんはあーレーガンさんに負けたということでその救出失敗なんかもかなりね理由の一つだというふうに言われてるんですけども、えーまあ、いずれにしてもそのアメリカとです、ね、そのイランの、ね、対立がもう非常にねそのイスラム革命以降ね深まってきたんだということであります。 で、えー、なぜイランの核合意、えー、これをね、えー、アメリカが離脱したのかというと、やっぱりこれなんですよね、基本的にオバマさんの、えー、決め事ですね、これをひっくり返すというスタンス、これがあのトランプさんのスタイルですよね、えー、TPP 離脱というのがまず一つ目ですね、TPP、まあ・環、まあ、太平洋経済連携協定ということでありまして、ですね自由貿易しようやということである、そういった協定ですね、えー、これをまあ12カ国で結んだとで。アメリカももちろんその 1> 1カ国ですよアメリカなんかは、ねえー、TPP の中では非常に大国ですよね。でアメリカがいることがとても大切だったんですけどアメリカは抜けちゃったということですね、えー、入ったのは間違いだったんだと、ねえー、オ,バマさんオバマがやった間違いだということで、ね、自分は抜けるぞということで抜けちゃったわけですよね今 TPP11 ということで11か国になってしまったわけなんですけども、えーまあ、TPP から抜けたと。 でそれからパリ協定、ですね、えーまあ地球、地球温暖化防止のです、ねえー、関連の,その協定なんですけどトランプさん抜けたということでありますね。 でそれからまあ今回の,その今回のというか、ねえー、今テーマになっている核合意ですねこれも離脱しましたし、まあ、これは今、続行中なのかもだと思いますけどオバマケアです、ね、医療保険制度ですねこれをまあぶっ潰そうぞというねそれがまあ選挙公約だったと思いますけども、まあ、とにかくオバマさんが決めたことをです、ね、ことごとくぶっ壊していくと、まあ、これは選挙公約だったと思いますから、まあ、ぶっ壊すことが彼の支持者からの支持を受けると、えー、次の大統領選でも票をもらえるということで、まあ、この辺、全部ぶっ壊していくんだとは思いますけど。 もうまあ、トランプさんの、ね、やり方ということで、まあ、そのうちの一つが、ね、核合意離脱だったのかなということで、ね、じゃあその核合意離脱でな,なぜですね、まあ、あのオバマさんがやったことをひっくり返したいということなんですけどトランプさんにメリットないとひっくり返しませんよねじゃあ何どういうメリットが、ね、トランプさんにあったのかという、ねえー、そこですねより突っ込んでいきますけど、えー、なぜイランの、ね、核合意離脱、えー、かという、ね、丸二番ということでありまして、えーまあ、イスラエルとイランというのは先ほど申し上げましたけど対立している 非常に対立を深めてるとイランはイスラエルっていうのはけしからんと、ねえー、あそこはアラブ人がちゃんと住むところなんだっていうね、えー、イスラエル人が占拠してるという、ねえー、ことをあの言ってるあのユダヤ人がイスラエルという、ね、国占拠してるんだとアラブ人のものを占拠してるんだっていう見方をしているそれがイランでありますよね。イスラエルっていうのは、ね、何核作ってるんだふざけんじゃないっていうふうに、ね、イランに対して思ってる国ですよね。だからまあ非常に仲が悪いといととうことであります で まあ、イスラエルっていうのは、まああのー、ほぼほぼユダヤ人ですよね、まあ、もちろんその場所柄あのアラブ人がもちろんいるわけでえ、あのー、実はねイスラエルっていう国はユ,ユダヤ人が多いんですけどもあのユダヤ教の人は75%ということでだからそれ以外はねユダヤ教以外、まあ、イスラム教の人もいればキリスト教の人もいるということでユダヤ教以外ということでだからユダヤ人、まあ、ユダヤ教を信仰、あのー、している方というのはたった75たったっていうかね75%ということでだからあのー ユダヤ人以外はもちろんいるんですけども、まあ、あのほぼほぼね、まあ、イスラエルって言ったらほぼほぼユダヤ人かなという見方に立てばその見方に立ってですね、えー、いきますとですねあのユダヤ票がねちょっとねやっぱりね欲しかったっていうのが、まあ、トランプさんにはあるんですね。 あの先ほど申し上げましたけどイスラエルとイランというのは非常に仲が悪いから核合意をひっくり返すことによってイスラエルはよくやってくれたアメリカというふうになるわけですね。ですからそのイスラエルともより近づくためにです、ね、トランプさんはです、ねあのまあ、イスラエル寄りの政策もともとイスラエルはイランの核合意への批判していたわけですから手ぬるいというふうに批判していたわけですから。 えーまあ、あのトランプさんよくやったとということになるわけですねでトランプさんはそのユダヤ人と仲良くしたいわけなんですねだから彼の,あの娘さんのイバンカさんなんかもあの旦那さんがユダヤ人ということで,で彼女もユダヤ人に、ね、宗教を変えたということでありますからだから結構ユダヤ教にちょっと近いっていうねそれがトランプさんということであります。 ユダヤ票がねねねこれね欲しいんです、ね、だからあのイスラエル寄りの政策をすれば、まあ、ユダヤ票が手に入るとただねアメリカにユダヤ人少ねえじゃねえかとその通りなんですよだからアメリカにあアメリカは3億2700万人2700万人ぐらいですかあの人口に人がいるわけなんですけどもそのうちのたった500万人とかそれぐらいですよユダヤ人っていうのはねイスラエルはもちろんも,あのもっとユダヤ人が多いわけなんですけどその次にユダヤ人が多い国というのはアメリカなんですけどもたかだか500万人ぐらい。 じゃあ500万人ぐらいの、あのー、票が欲しいから、えー、イスラエル寄りの政策つまり核合意離脱したのかってと違うんですよ。 あのアメリカにはねあのキリスト教の福音派っていうのがありましてですねその、えー、福音派の方々っていうのは親、まあ、ユ,ユダヤなんですよねですからその方々っていうのは実はアメリカに5,000万人いましてですね、えーまあ、従いましてその5,000万人の票が欲しいということで、まあ、ユダヤ寄りのですねそういった政策に舵を切ったとこれがまあ今回のトランプさんのね えーまあ、狙いですよねだからユダヤ票が欲しいとだからユダヤ人は、まあ、3億2,700万のうちの高々五500万ぐらいに過ぎないと、ね、アメリカではねだけどその福音派の方々を取り込めばですね5,000万人の票が得られるかもしれないということで、えー、イスラエル寄りの政策をしてってるということですねユダヤ票が欲しいと。 であとこれですねユダヤマネーが欲しいということでありましてやっぱりユダヤ人と言ったら金持ちということでありますよねもう世界の富の、えー、まあ35%ですかまあ世界の富の35%をユダヤ人が持っているということでアメリカで言うとね25億ドル以上まあ、だからに、えー、2500億円以上の金持ちっていうのは、えー、3割以上ユダヤ人だというふうに言ってるんですよた高か々か500万人ぐらいしかユダヤ人いないわけなんですよアメリカにね3億2700万人の人口でねそれであのー 分の1が大富豪の3分の1がですねユダヤ人ということですからやっぱり金持ちですよねまあ最近でいうとまあマイケル・ザッカーバーグですよねあのフェイスブックのねあるいはラリー・ページあのグーグルのねあるいはジョージ・ソロスとかもですねあのジョージ・ソロスってあのイギリスのイングランド銀行をぶ,っ壊すぶっ潰した男っていうことであのポンドのね空売りってちょっと専門的な言葉になってしまいますけど。 えー、その通貨の売りを通してですねもう本当に、えー、巨万の富を得た伝説の投資家ジョージ・ソロスなんかも、えー、ユダヤ人ですし、えーまあ、非常にですね、えー、あとスピルバーグとかねそういう、まあ、いろんな方々がいますよねものすごくやっぱり金持ちであるとだからあやっぱりね、えー、ユダヤ人と仲良くするような姿勢を見せればその献金っていうね、えー、その選挙で必要な献金っていうのがあるわけですからだからまあユダヤシフトっていうのが、まあ、今回のトランプ 核合意の離脱の裏の狙いなんだろうなということでありますでも本当にユダヤ人ってすごいですよね。 あのーまあ、歴史的なその本当にあの優秀な人物というのは本当にユダヤ人が多くてですねうん例えばアインシュタインだとかフロイドだとかいろんなその学者で私は経済学が専門ですからね経済学でいうと、えー、あのマルクスというねマルクス経済学というのはあ,ったんですあるんですけどもマルクスもそうですしマルクスの時代はまだノーベル経済学賞なかったんですけどその後1969年にノーベル経済学賞というのが創設されたんですが、えー、ノーベル経済学賞 ノーベル賞を取っている人の、えー、22%はユダヤ人でノーベル経済学賞になるとさらに、ね、割合が増えて38%ということでだから私の講義をねあの経済学で聞いている方あのご存知でしょうけども例えばサミュエルソンだとかフリードマンだとかあるいは、えー、ポール・クルーグマンだとかスティグリッツだとかそういった方々なんかもあのユダヤ人ということで本当に圧倒的にね オーベルショーを取っていいる割が高いとということでだってユダヤ人なんて、うん、イスラエルで、えー、900万人だとかそれぐらい,いてアメリカには、うん、5600万人ですかねそれぐらい,いてということで世界の人口が、えー、あの70億人だとしたらですね本当に全然ねあの少ないわけじゃないですか。 えー、70億から80億ぐらいの間ぐらいが、まあ、世界の人口かもしれませんけど、えーまあ、あの何億もいないわけですよ、ユダヤ人がね。で、その中でそれだけのオブレーションを取ってるということで、本当にね頭のいい方が多いんだろうなというふうに思いますけども、だから、まあ、ユあのトランプさんの狙いっていうのは、ユダヤ票プラスユダヤマネーということなのかなと、ですからこれですね、中東和平なんて考えてないでしょうと、やっぱりアメリカファーストっていう言葉に尽きるのかなと。だからややっっぱぱりりアアメメリリカカもねやっぱ今までの、ね、アメリカを見て おりますとあのやっぱりね、うん、世界のことを考えているっていうスタンスは崩さなかったとしてもやっぱり自国有利なところに持っていこうと落としどころはそこだっていうのはそれはやっぱりありますよねアメリカといえどもでそれはあるんですけどもでもここまで露骨にね中東和平をないがしろにするような、えー、そういった政策というのはやっぱり今までなかったかなということでまあトランプさんのねそこがまあ特徴かなというふうに思いますね。ただやっぱり日日本としてはね、まあ、私はね私米 関係っていうのはねやっぱりととてても大切だと思っっますんでやっぱりね、まあ、それを考えますと、まあ、なかなかトランプさんにはね言いづらい立場ですよね、日本はね、お隣に中国がいる、北朝鮮がいる、そして韓国とも最近仲が悪いと、上行けばロシアがいるということで、まあはっきり言って仲悪いですからね、ですから、まあアメリカが後ろにいるから彼らが、うん、黙ってるということですから、アメリカと日本が仲が悪くなったら、ロシアとかあの辺、何するか分かんないですよね、はっきり言ってね、中国、何してくるか分かんないですよね、北朝鮮なんてもっと何してくるか分かんないですよね。ですから やっぱりアメリカと仲良くするということが、まあ、私は大切かなということでありましてただやっぱトランプさんはね、えー、ちょっとどうなのかなとは思いますけどもだからこうそういう方と仲良くするのは大変ですがやっぱり日米関係、やっぱり、えー、今の日本の状況を考えると大切なのかなと思いますね。 でアメリカ VS イランということでありましてアメリカの経済制裁ですねスタートしました、だから核合意をまあひっくり返したわけですから経済制裁するぞということなんですよね。でまあ、イランはそれに対して核開発を再開発しますと、ね、イランはもう核を再開発しますよということですね。 でまあ、その後いろいろありまして、ねまあ、イランと特定されてないんですけどもペルシャ湾でですねタンカーへ攻撃誰かがしたよということですね。 えー、あるいは、まあ、イランが米国のドローンへ攻撃したこれはもう確定してるらしいんですけどねでイランが、まあ、これも分かりませんけどサウジアラビアの石油施設へ攻撃したよということで、まあ、結構ねアメリカとイランがそういう、ねえーまあ、対立関係が深まっておりますからいろいろ出てきてるという状況ですねでその都度ですねやっぱり株高あごめんなさい株安 円高金高金ということになりりますよねやっぱりあの株式市場あるいは為替市場あるいは金の市場、まあ、その辺に影響が出てくるということでありますそれはちょっと後でまた触れますけどね、まあ、アメリカとイランの対立が深まってますよと。 でえー、アメリカとじゃイラン戦争するんですかというとやっぱりこれは,これはないかなとうう思いますね、戦争はないでしょうとでなぜないのかというふうに私言うのかというと、まあ、やっぱり双方にとってメリットがないですよね、でこれどういうことかというと、えー、アメリカです、ねまあ戦争にはやっぱり金がかかるとで人もねねやっぱり、ね、あの大切な人の命を失うっていうね。 えことになってしまいますので、えー、人の命が失われるってことになってしまいますのでやっぱり戦争はしたくないかなと、えー、金かかるしと、えー、人も、ねえー、亡くなってしまうしということですねで、えー、大統領選控えてますからやっぱりお金いっぱい使っちゃうっていうのもね えー、よくないでしょうと戦争やっちゃうとまあ批判も上がっちゃうんじゃないですかということでやっぱりトランプさんとしてはね次の選挙に勝ってなんぼですからねやっぱり自分の不利なになるようなことはやっぱしないということで、まあ、戦争ないんじゃないのかなと戦争すると不利だよねと戦争ないんじゃないかなとこれはアメリカ側のね。 えー、立場でで考えたことですけどね一方イランはどうかというとっアメリカというのはもう世界最強の、ねえー、軍事力を抱えている国であってやっぱりちょっと喧嘩したらかなわねえだろうと、ねえー、普通の、ね、一般人が、ね、プロボクサーと戦うようなもんですからそれはかなわないでしょうということでやっぱり喧嘩すんのはちょっとどうかなとういうことですよね。 ですからまあおそらくそこまではいかないかなということなんですけどもしかしながら緊張関係は今後もやっぱり続くのかなということですね。日本への影響はってことなんですけども緊張関係が続くとでさらに高まっちゃったらどうなるのかなということで高まらなければいいんですけどね高まらなければ別にそんなにマーケット回れませんので,で原因もちゃんと日本に届きますのであんまり問題ないんですけども高まってきたら本当にやっぱり、ね、日本としてはデメリットであると。で えーまあ、原油高日本のエネルギーへ重大な影響ということでありまして、あのー、やっぱりね、あのー、原油高って っていうのはは、ね、ここれは起こりますよねつまり、うん、イランとアメリカが、えー、やっぱ対立深まりますとです、ね、中東情勢が悪化するということでやっぱりこのホルムズ海峡の閉鎖だとか封鎖だとかいろんな問題が出てきて原油が来なくなるんじゃないかなということでじゃあ原油、えー、じゃあ買えるときにいっぱい買っとこうということで原油が、まあ、現状で足りなくなったりだとか、ね、する可能性ありますし本当に封鎖されちゃったら原油が届かなくなっちゃうということで、えーまあ、そしたら経済にとっても本当に大ダメージということで。 まあ原油高っていうねそういう圧力は間違いなくかかりますねで原油高っていうこととあと、えー、この緊張関係が高まればですねリスクが高まるということですから安全資産の需要が増えます。 で安全資産の需要がが増えるるととここは金が買われるってことですねだから金高ですね金高で通貨でいうとやっぱり日本の円、えー、それからスイスフランその辺がまあ安全資産として見直されますからその辺が買われるでしょうねやっぱり日本という国はね海外純資産ナンバーワンなんですよ350兆円のです、ね、資産を、ね、海外に持っているということで金持ちなんですね日本というのは、えー、日本というのは外国に資産を持ちまくっているということで金持ちなんで海外純資産、えー、ナンバーワンの国であるとういうことで何、えー、かあった時に やっぱりり日本のの、ね、円っていうのは買われる構図にありますんで経常収支黒字国ですからね稼ぐ力があるということでやっぱりそういった時に、ね、あの日本の円というのは買われるんですね。でスイスも同様で経常、えー、収支黒字国ですからスイスもやっぱり強い企業をいっぱい抱えてますんでねですから、まあ、通貨でいうと円とかスイスのフランだとかそういったところが買われるのかなということで,す、ね、で原油高になっちゃって日本経済にはやっぱり悪影響ですね原油高になっちゃうとコストが全般的に高まるってことですからね。で下手すると原油が入っってこなかったら日本の のエネルギー問題どうなるのと経済経済の水準を保てなくなっちゃいますよね人々の経済活動に差し障りが出てきますよねですからその緊張関係の度合いなんですけどもこれが非常に高まってくるとですね経済活動すらままならなくなるということで本当に大打撃をね受けるということでありますね。 でまああの原油、まあ、高で日本経済に重大な影響が出てくればですねどうなるのかというとまず、えーまあ、緊張関係が高まるとリスクが高まるということで円高になるとで円高っていうのはねやっぱり株安を引き起こしますよね円高、株安の流れというのはありましてですねまあ日本の企業た、まあ、例えばトヨタ自動車であれば1円円高になったら400円の利益がぶっ飛んじゃうということで円高ということで利益が減るっていう、まあ、そういった構図を持った企業というのは多いんですね。やっぱり海外のそのそ えー、売上高高比率がいいいい企業とうのはいっぱいあるわけなんですよ例えばホンダだったら8割以上が海外ですし、えーまあ、例えば私がね昔いたいす自動車なんかは、まあ、6割5分ぐらい海外で売ってますよあるいは村田製作所だとかあ、まあ、ヤマハ発動機だとかねそういったところは9割ですよ、えー、マブチモーターとかね、えー、海外の売上高比率はねだから海外依存度が高いところというのは多いわけですから円高になったら打撃を受けてしまうということでありまして、まあ、そうするとですねやっぱり 株安と、まあ、日経平均株価を構成しているのはその海外の売上高比率が高いところ多いわけですから円高になるとどうしても株安になってくるわけですね。で株安になってくるとどうしてもその金融市場の動きっていうのは実体経済にもろ影響していきますだからトヨタ自動車の利益が下がるんだったら例えば配当金が下がって配当金下がればです、ね、消費だって減りますしあるいはあその売上利益が下がるのであればねあの、うん、ボーナスが下がってですねやっぱり所得が下がって消費が減るっていうのもありますしね。 ですから、そのまあ、円高というのは、まあ、実体経済にもちろん影響を与えますけど円高以外にも、ね、その株式市場、株安という、ね、株式市場、金融市場の動きもやっぱりあの経済実体経済に影響出てくるんですね。金金融融市場金融部門 金融部門というのも実体経済に影響を与えるんですね、えーまあ、例えばあ、先ほどの,その株安という話ですけども株安になったらです、ね、実際問題は自分の持っている資産が目減りするってこということですから財布の紐が硬くなるとあまり消費しなくなるということで実体経済に悪影響が株安というのはかかるわけなんですね出てくるわけです,、ね、ですから経済停滞という、ね、そういった動き、えー、これもあるのかなということであります。 ですからこのアメリカとイランの緊張関係が高まるというのは非常に他人事ではないということでここ何なんとかしていかなければいけないねとじゃあ日本としては何をすればいいのというと実はですね日本とイランの関係ですねこれいい関係にあるんですね、友好国なんです、イランと日本というのはもう実は非常に仲良しの国なんですね、それをちょっと明らかにしていきましょうかね。 日本とイランの関係は実は良好であるということで2019年6月ですねイランのテヘラン氏とです、ね、安倍首相とハメネイ氏ですあ、ね、イランの最高指導者ですねハメネイさんと対談したということでこれ、なかなかできませんハメネイさんと会いません。なかなかか あの西側諸国の人間がハメネイさんと会ったのはもう数年ぶりですよ、えー、なかなかやっぱりイランとその西側諸国っていうのはやっぱりこう対立関係ありますからねサウジはねサウジアラビアはアメリカと仲良しですから、えー、その西側諸国との接近っていうのはありますよサウジは G20 にも入ってますしねでイランは違いますからなかなかこのですね西側のトップの人と会うっていうね、えー、それは実現しませんけど今回安倍さんはねそのテヘランね イ、えー、ランの首都のテヘランに行ってですね会ってるわけですからね差しで話してるわけですから、まあ、非常にねそういった意味ではもうそれだけ取り上げても有効国ですよなかなかありませんよもう数年ぶりですよこのハメネイさんがその西側の人と会うのはねでまあハメネイ氏と西側指導者との、えー、ごめんなさい接触っていうふうに書いてあるんですけど字が間違えてますね接触は珍しいということでありますねだから非常に仲がいいと。 ですからやっぱり私としてはね、安倍政権主導で米国との緊張関係、イランとアメリカとの緊張関係、緊張緩和へ、やっぱり尽力を尽くしてほしいなというふうに思ってるんですけど、なかなかやっぱり難しいかなと思ってるんですけどね、だから、イランとアメリカの間に日本が入って、ですね、やっぱり安倍総理っていうのは、やっぱり外交力は私はあるのかなというふうに思ってましてね、まあ、例えばイランに関しては、まあ、日本と歴史的に仲がいいとなぜ仲がいいのか、これからちょっと述べますけど、仲がいいと。でそれを理 利用して、まあ、あのハメネイさんと会ったということで、まあ、それはもともと仲がいいからということで現実的現実どの、えーえーえー、政権であってもひょっとしたらできるのかもしれませんけど今のトランプさんとの関係は非常に良好でありますよね一緒にゴルフしたりだとか。 なのでやっぱりトランプさんとしても日本の安倍首相というのは、まあ、仲のいいトップの一人というふうな認識でいますからやっぱり長期政権になってますからねやっぱり信頼感もありますよね、これコロコロ首相が変わるんだったらねせっかく仲良くなってもすぐ変わるんですせっかく仲良くなってても,もす,ぐすぐ変わるんだったら仲良くしてもしょうがないじゃんということで仲良くくななってくれないんですよねだから今までの日本の首相っていうのは本当コロコロ変わるんで1年持てばいい方ですからあのアメリカの、ね、トップだとかあの世界のトップの人々が 仲良くななろうとはしないわけですよ例えばドイツのですね誰だったわけなシュレーダーさんかなんかがドイツの昔のトップがですね日本の首相と仲良くしてもどうせ次会う時には変わってるから仲良くしてもしょうがないみたいなね話を前言ってましたけども、まあ、従いましてねあのやっぱり安倍総理っていうのは非常に長期政権築いてますからトランプさんとしてもまあ仲良くするに値する人であるということで、まあ、結構仲良くやってますよね。でですからその、まあ、イランとアメリカの間に立ってて仲良く本本当はその、ね、緊張感を日解い 欲しいなとは思うんですけどねで、えー、なぜダメなのかっていう前にねじゃあなんでねこの西側、うん、あのごめんなさいあのイランとね日本は仲いいのかっていうとまあ歴史に魚をのりますとねイランがあの戦後ですねあの 石油を,、ね、を国有化しちゃったんですね。石を国有化しちゃったんですねでイギリスはですね、うん、戦前ですねあのイランを反植民地の状況にしておりましてですねですからその、まあ、イランがね、えー、そういうね石油を国有化しちゃったことに対してもう非常にもうブチ切れたとイギリスがね。でまあそのホルムズ海峡のその奥の方にあのペルシャ湾というのがあるんですけどペルシャ湾に軍隊を派遣してですね。であのイランが 原油を輸出でできないように、ね、しちゃったんですねでイランとしてはね輸出できなくなっちゃったらね原油を輸出できなくなっちゃったら収入源断たれるってことですから非常に困っちゃったんですよ。でこっそりですね、まあ、日本がね、えー、実はイランから輸あの輸原油をね輸入したってことですねイデ出光鉱産っていうね今でもありますけど会社がありますからそのあ,れありますけどその出光がですねあのイランから実はこっそりあの石油を買ってですねそれでまあイランの経済をちょっと支えたっていうところがありましてだからイランっていう国は日本の結構買て 感謝してるんですよねね実はねなのでそういうこの出光興産がかなりその苦しい時に原油を買ったっていうね、えー、イランとしては助けてもらったと感謝してるとそういうのがあるんでだから西側諸国でも会いたいって言ったらすぐ会えるんですよだからこの関係をねちょっと利用してほしいんですね安倍さんはトランプさんと仲いいと。 ねでえー、そのイランも日本のことを信頼してくれてると感謝してるとくれてるとその証がもが会いたいって言ったらすぐ会えるってことですよね。ですからそこのそういうその、まあ、関係が安倍総理にはあるんで間に入ってですねで緊張を緩和してあげれば本当に国際的にもですね、まあ、安倍首相という方が、ま、あの今以上に、ね、あのもっと評価されるとは思うんですけどもただね私のこの一番初めのところでこの今回の講義の一番初めのところでも 申しし上げましたように日本人関心薄いですから、ねえー、このイランの,その,かあの問題ねアメリカとイランがドンばチやってるということに対してあの日本人その関心がね本当にないですからもうないに等しいですからだからこれをね実現させたとしてもつまりアメリカとイランの間に入って 緊張緩和、ね、日本の安倍総理が主,主導となって緊張を緩和することに成功したとしても多分あまり、ね、日本で評価されないと思うんですよねで安倍総理のね。 あの直接会ったことはありませんから私が会いたいっつ言っても会わせてくれませんけどあの私がもし、ね、会って話あのああ会ってないから何考えてるか分かりませんけども多分やっぱり安倍総理の頭の中にあるのはやっぱり憲法改正だと思うんですよね。で憲法改正の前にやっぱり経済をもう少し良くしてオリンピックを成功させてっていうことがあると思うんですよね。でまあやっぱりだから安倍総理としては点数を稼ぎたいということだと思うんですけどその点数を稼ぐ際にこのやっぱりイランと アメリカの緊張を緩和するってことであんまりね日本国内では評価されないんじゃないかなっていうのが多分あると思うんですねだからやっぱり政策の順位としては、えー、その仕事の順位としてはどうしてもちょっとね優先順位が後ろの方に来てしまってやっぱりこのうーんそちらの方にはあまり力かけないのかなというふうに思いますけど私としてはねやっぱりね えーまあ、せっかくイランとの,その関係が、まあ、良好なわけですから、まあ、それを使ってです、ねまあ、緊張緩和ここにです、ね、力を尽くしてほしいなというのが希望なんですけれどもやっぱり、ね、もっと、ね、点数を上げるにはいろんなところがありますからあこっちじゃないのかなということでここはそんなに実現しないのかなとは思いますけどここはちょっと、ね、私としては,実はちょっと、ね、もう少しやっていただきたいところかなと思いますけどね。 はい、えー、そんな感じですかね、えーまあ、本日、ですね、まあ、アメリカとイラン、えー、これがあ対立しているよということで、まあ、日本としては、ですね実は無関係どころか、ものすごく関係していると、だって原油のあ中東依存度は9割近いからと。 いうことですね、原発ほぼ止めちゃってますから火力発電で、えー、発電しておりますから電気作っておりますからだから原油の重要性というのは高いとですからイランのその重要性というのは非常に高いということですねだからサウジアラビアから実際4割ぐらい、ね、原油を買ってるわけなんですけどあのホルムズ海峡を経由しなければねあの買えませんからでホルムズ海峡を封鎖イランにされちゃったら届きませんから原油がね。ですから本当に、まあうん、イランのの問題っていうのは あの他人事ではないということでありまして、まあ、それは、ね、本,本日、えー、お話しさせていただいたということでありますけどね、えー、それですね、えー、時間の方も来ておりますので以上とさせていただきます。どうも皆さんお疲れ様でした